どうも、まさよです。今日はですね、サメの駆除にね、連れてきてもらいました。ということで、今、大海原のど真ん中にいるんですけども、めちゃめちゃ揺れてるな。まあ、400キロサメをさばいたりだとかね、よく僕サメさばいてるんですけど、その量です。今日は、はえなわ漁っていうね、漁なんですけど、まあ、引き上げるところをね、見せていただけるということで、来ていました。僕は何もしないんですけどね、見ておきましょう。うわー、揺れる。ということで、日の出と同時に、大荒れの中、サメを狙いに行くことに。来ましたよ。見てるだけマジで僕はうわすっげー波怖っ。巨大なサメは人力では引き上げられないため専用の巻き取り機を使って引き上げます。釣れてるかな。こんな中やってるんですね。いつもアンカーが上がってます。今何が釣れますかね。もうサメ、ウツボ。ウツボはウツボ食べないですか。サメはサメ食べますもんね。一発目来ました。これはかかったらそうですね。ワイヤーが切れるってなかなかなくないですか。とんでもない化け物がいるぞ。これは来ました。ほんとだ。あ、これはとんでもない化け物かも。まだ張ってます。え、あれ来た来たんじゃない。来た来た来た。でかいでかいでかい。やばいやばいやばい。タイガーシャークや。しおりさん50キロぐらいしかないのに100キロに挑んでるから。来た来た来た。うわでかっ。あれでも100か。船から見ると小さいですが水中で見るととんでもない大きさです。釣れたな。うわすげえ。やってること半端ないっすよこれ。うわすげえ。マジで命がけっすねこれ。うわこれ150ありそうっすね。尻尾を縛ってサメの動きを封じています。まさに命がけの作業です。うわすげえ。もうここまで来たらヒレも触れるよ。無理や無理や無理や。すげえっすねあれ。年末のライジンより面白かったっす。見てる側は。うっ、でかっでかっ。イタチ臭いっすね。ちょっとね、 GoPro 持ってくるの忘れてない俺。男見せようかな。 iPhone つけるか。俺サメ取るわ。でけえ。いや、でかい。これすごいですね。あれもうワイヤー切るかも。めっちゃねじってきます。わ、コバンザメくっついてる。あー逃げた。3匹目。広め向いてる。わーこいつ暴れるね。感覚麻痺してますけどこいつもまあでかいっすよ。120はありますよ。140ぐらいありそう。3匹目やすごいな。ちなみに200キロ級のサメ3匹目はさすがに体力の消耗が半端ないみたいです。これ手強いですね。すげえ。3匹目ようやく捕獲完了です。さて何キロでしょう。これで500キロまで測れます。多少太ってる人でも測れる。ぶら下がったら体重測れる。まだ軽い石あるな。さて何キロや。200いってんじゃないですか。あ、まだ100っすね。うわ元気やこいつまだ。190じゃないですか。でけえな。これ俺の身長が低いわけじゃないからね。サメがでかいだけだから。でぶくてかわいいな。これも200キロぐらいありそうですね。チンチンがあるわ。オスやから。重すぎて持ち運べないのでそのまま解体していくことにしました。めっちゃ胃袋の中身入ってる。
これウミガメなんじゃないか。ちなみにサメはね、カメ食います。出たわ、出たぞ。ウミガメ食ってんな。衝撃じゃない、ウミガメです。なかなかですね。網食べてますね、弱網。いやー、ちゃんと人間のゴミで悪影響出てるんですね。あとなんか魚、なんだろうこれ。大きなカメ食べてる、でっかいカメの子、ほらでっかいカメも食ってんのかこいつ。じゃあ俺はこっちをさばきます。はい、ということで今日はですね、こちらイタチザメという食材ですね。こちらね、イタチザメをさばいていくんですけども、まあ一旦ですね、ちょっと持ち上がらんな、200キロはということで、早速観察していきましょう。はい、こちらがイタチザメの全体像になっておりますね。英名ではですね、タイガーシャークって言われてまして、映ってるのかな、虎のような模様があるからね、タイガーシャークって呼ばれてます。で、サメの面白いところは、ほとんどの魚ってまぶたがなくて、夜とかも目開けたまま寝るんですけど、サメはね、まぶたがあるんですよ。こうやって目閉じれるんですね。ほら、魚でまぶたがある種類はあんまりないんで、まあ、結構珍しいんですね。そしてこのね、大きなヒレ、これがね、高級食材フカヒレになります。まあ、サメ駆除としてこちらのサメ扱われてるんで、まあ、売ることはできないんで、このヒレがね、市場に出回ったりとかないんですけども、フカヒレとしても食べることができます。まあ、基本的に、まあ、あの中華料理屋さんとかで出回ってるこういうちっちゃいフカヒレのはるか上の高級食材みたいな感じ。イタチザメのフカヒレはマジで高い、そしてめちゃめちゃ美味しいです。ただ作成に1週間ぐらいかかりますね。はい、料理に1週間です。今回やりません。で、そしてですね、サメ肌って言ってね、これすごいんですよ。わさびとかをね、おろしたりするのに使われたりするぐらいのジョリジョリした、すごいね、危険な肌を持ってます。ということでですね、一旦お腹を落として家まで運んでいこうと思います。お腹落とすぞ。じゃあやっていきましょう。ちなみにサメはですね、あの体内受精するんで、ここ見たらオスかメスかどうか分かります。生殖器があるんで、これメスですね。もしかしたらサメの赤ちゃんとか入ってるかも。じゃあ切っていきます。さて、包丁がいつまで切れるかな。ほら、肝臓がでかいでしょ。サメはですね、アマタサメの知識が出てきてますね。普通魚って浮き袋で浮力を調整するんですけど、サメはですね、肝臓に油を蓄えることによって浮力を調整してるんですね。なんでめちゃめちゃ肝臓がでかいし、肝臓がこんぐらいだからね、多分俺ぐらい体重あると思う、肝臓だけで。だし超油がすごいんだよ。それがかの有名な肝油ですよ。肝油ドロップのね、くっそ臭いです。普通に使ったら超生臭い油って感じ。やりましょう。昔は木のコーティング剤としてね、利用されたりとかもしたらしい。なんか肝油っていうと本当に美味しいイメージあるんですけど、マジでただただ臭いですね。でかいって。うわ、これで1個です、肝臓。これでかいぞ。よいしょ。うわ、いやー、でかいでかい。半分ですよ。肝臓2つありますからね。2つで40キロぐらいあるよ。よいしょ。生まれた。で、なんか胃袋なんか入ってるんですよ。何か入ってますよ。ちょっと硬い。何食ってるんこれ。何これ、こんなカニいるんだ。初めて見た、このカニ。すげえ。何ガニなんだろう、こんなカニいるんだね。これはウツボの尻尾ですね。餌なんじゃないかな。消化しすぎじゃない、消化早いんかな。ウツボの尻尾、すげえな。こんなガザミみたいなカニがいるんだね。初めて見たよ。ノコギリガザミとしてきましょう。おそらくマングローブまで上がってきて食べたんだろうね。でも汽水にもいるっていうもんね、イタチザメって。すげえな、カニ食べるんだね。カニもカメももうサメの前では無力です。硬いとか関係ないから。ちなみにこんだけでかいやつとかカメとか食べるやん。食べてケツから出ないものは口から吐き出すからね、あの骨とかね、甲羅とかね。こいつらの前では無意味やな。ああ、もう切れんくなってきた、包丁が。よいしょ。で、これが腸やな。腸、もうね、大工作業ですよ、ここまで来ると。で、これ何でしょうね。もうサメ年間何匹さばいてるんやってくらいさばいてるからね。もうなんかマサルチャンネルをずっと見てる人は見飽きてると思う。またサメかっつって。今日もサメです。よし、洗おう。
一応この内臓だけでおそらくどうだろうな、40キロ、45キロぐらいあるんじゃないかな。相当軽くなったって。だってこれもう貧相になりましたもんね。じゃあ洗ってキッチン持っていこうか。よし、よいしょ、この辺でいいだろう。もうちょいしっかり、よし、重い。よし、行きましょう。上がるかな。せーの。もう一つ必要だな。言ってしまえばジャックハンマーと同じぐらいの重さのものを今から持ち上げな。彼だろ、男の共通言語だと思ってる。音楽的にでかいな。やっと持ち上がった。どうやって横に振るんやろ。こっちには振れないんかな。ちょっと待ってよ。分かった、こうだな。せーの。ちょっと待って、無理です、上がりません。俺足弱いんで無理ですね。150キロ持ち上がらん、全然無理だった。頭落としてからキッチン運ぼうと思います。で、俺思ったんですけど、せっかくクレーンがあるんでクレーンで釣ってそのまま頭落としたらすごい楽なんじゃないかとひらめいちゃったわけですよ。でもこれもボロいな。これ上がるかな。これで落としていきましょうか。すごい光景を。よし、切るぞ。自分は動かずにこうやってサメを回してさばくことができると。魚をさばくときやっぱクレーン使った方がいい。みんな一つ最適解が出たわ。クレーンを使った方がいい。いやーすげえな。でちなみにサメは背骨ぐらいしか骨がないんで簡単に切れるはずです。よし。ちなみになんですけど、今回のサメは 98% はマンゴーの肥料になる。そして 2% が俺の食べ物になります。まあ、前回さばいた時はサメをね、ハエナイ漁にねまた回してたんですけど、今回マンゴー農家の人が欲しいって言ったんでマンゴー農家にあげに行きます。頭もね肥料になるらしいんだけど、こんなん置いたら臭くなりそうだけどね。じゃあこれ血合いがあるんで血合いももうそのまま取っちゃいましょうか。すごいわ。これは広告つかんぞ。またせーの、うじゃっ、うわっ、うわっ、うわっ、ここ持ってくるとでかいな。頭なくてよかった。はい、ということで、ようやくキッチンまで運んでくることができたんですけども、ちょっとさすがに、でかいな、これは。今までこのキッチンに乗らなかったのって、ワニぐらいしかいないんですけど、頭を落とした状態で乗り切ってないですからね。ちょっとえぐいね。ということで、こっから、サンマおろしをしていこうかなと思います。まあ、このキッチン150キロが限界だな。200はちょっと、無理やったね。190はちょっときつかったな。はい、ということで、三枚おろしやっていきましょう。もうここまででですね、朝6時から動いて、18時でございます。ちょっと疲れてきたんですけども、声を出すとね、元気になるんで、部活と同じノリでね、やっていきましょう。じゃあ、まずは皮に切り込み入れていきましょう。まずは尻尾を切り落としていきます。もちろんノコギリ。うわー、怖い怖い。サバイバル6日目で天狗揚げにやられたところちょっとぶつけるとマジで痛い。よいしょーい、フカヒレゲッツ。振る。次はですね、サメって肌がねジョリジョリなんでこんな感じで
すぐね、刃がダメになっちゃうんで、裏側から入れていきます。もうほとんど包丁は切れなくなってますけどね。こっちからだと、まあ割と切りやすいと。最初お腹あんなスーって入ってったのに、もう全く切れなくなってますからね。反対側やりたいんですけども、ひっくり返せないんでね。今回初ですよ。こっちから捌く。切れんなぁ。マジで切れんなぁ。どんどん包丁消費していこう。そのために包丁を研いであるんだから。サバイバルで使ったらそのまんまやな。ちょっとだけ延命させよう。最初のうちはなんか歯の先っぽがちょっとだけね、反り返って切れなくなってるだけなんで、割とこんぐらいでもね、生き返る。少しだけね。ほら。背中は硬いんだよな。うわぁ。で、まあ、俺の予想なんですけども、このまま行けば、ひっくり返せるはず。サメは背骨しか入ってないんで、腹骨がないんですよ。なんで、ここもスーッと入ります、包丁が。普通ね、魚ってここに腹骨が入ってて、こんな簡単には切れないんですよ。でかいぜ。次はこう背骨が一本入ってるんで背骨を取っていきます。よいしょ。もう切れんわ包丁が。背骨が取れましたと。で、梅水晶っていう料理があるんですけど、梅水晶ってサメの軟骨で作るんですね。まあ普通居酒屋とかだったら鶏の軟骨使ってるところが多いと思うんですけど、梅水晶ってね、サメの軟骨でも作れるんですね。今日はサメの骨を使いまして梅水晶作っていこうかなと思います。これだけでも相当の身よ。すごいわ。で、背骨が露出してきたんで、背骨の下に包丁入れていきましょう。2本目、ちょっと刺身食べてみよう。めっちゃ美味しそうなんだけど、血抜きかなりしたからね。すごいよね、この巨大なサメの身がこんなに綺麗ですからね。うまいな、これうまいわ。びっくりした。マンゴーの肥料にするのもったいねえな。あいや、こんなに食えないけど。もうここが剥がされたんで見てない人も結構いっぱいいるかなと思うんですけど、去年440キロのイタチザメさばいたんですよ。で、その時イタチザメすごい水っぽかったし、身もドロドロしてて、まあかなり美味しくない魚だなと思ったんですけど、今回のイタチザメはかなり美味しい。旨味もすごいし、臭みもない。で、食感もいい。これうまいぞ。200キロぐらいが一番うまいかもな、イタチザメは。もしかしたら。じゃあ、まあマンゴーの肥料にするって言ってたから切っといてあげるか。サメバーガー屋さんとか作って面白いよね。冷凍してもフライだったらね、結構美味しいからね。人によってはね、肥料にするのもったいないと思う人もいると思うんですけど、まあ、元々サメ駆除のために取られてるわけであって、食べるために取られてるわけじゃないですからね。行政がサメを駆除してくださいねっていう要請を漁師にしてて、それを駆除してるわけなんで、競りにも出せないですからね。なんか変なルールがあって。で、こうやってまあ僕みたいな個人消費したり、漁の餌に使われたり、結構ね、そのマンゴーの肥料に使われることも多いですね。身綺麗ですよ、本当に。めっちゃ綺麗。マンゴーの
廃棄するにはもったいないぐらい。とはいえ島でさ、3匹分食べる人もいないし。お腹の部分、本当に美味しそうですね。OK! はい、ということで、サンガおろしがね、終わったんで、こっからは、人にあげる用と自分が食べる用、これを切っていきましょう。で、ここまだ少しね、軟骨が残ってるんで、切れんな。相当切れる包丁なんだけどな、これ。このサイズのサメをさばくと5回ぐらい包丁が切れなくなります。多少は切れるようになったな。バカン行きましょうか。もうマグロの柵と同じぐらいのサイズですよ。普通魚って皮目に旨味があったりとか、皮目に脂があったりするんで、なるべく薄く引くのが定石なんですけど、サメは違います。厚く引きます。この血合いが臭いんでね。そして筋っぽいんです、めちゃくちゃ。そう、これが筋で美味しくないんで、まあこれまた後で成形しましょう。ちなみにこのサメの皮でも財布とか作れるらしくて、俺も一つね、サメの皮の小銭入れを持ってます。尻尾の方は筋っぽいんで肥料にしちゃいましょう。で、これ腹の皮をこんぐらい分ついていきますか。ちなみにサメは深海のサメの方が美味しいんですよね。なぜかわかんないですけど、まあ比較的ね。アブラツノザメとか結構美味しかったな。ほら、腹骨がないんですよ。普通魚ってここにね、バッて骨があるんで、それに沿って包丁入れていくんですけど、サメの場合は腹骨がないんで、こうやってね、結構このぐらいのサイズになると腹膜が筋っぽいね。だいぶ硬いわ。ちっちゃいハリセンボンの浮き袋ぐらい硬いわ。みんな想像して。ちょっときついなこれは。本当にでかいなこいつは。このぐらいあったら大丈夫でしょう。あとはまた肥料用ですね。よし。はい、ということでね、身だけになったんですけども、こっからね、成形していきましょうか。成形するとね、マジで綺麗になると思う。ここちょっと汚いんで、血合いもこっからちゃんと落としていきましょう。白いマグロといっても過言ではないんじゃないでしょうか。はい、これで結構綺麗な、ちょっとでかいですけど、柵になっていきます。これで、こうやって切ればもう、切り身ですよ。結構綺麗だよね、こうなると。綺麗ですね。サメかどうかも分かんなくなってくる、こうやってやってね。ということで、今日はですね、サメハンバーグ、唐揚げ、そして梅水晶、この3品を作っていこうかなと思います。ということで、まずはですね、梅水晶からやっていきましょう。はい、それではやっていきましょうか。この透明になってる部分が軟骨ですね。
どうやるのが正解なのか知りませんが、取れました。で、こっから内側の軟骨だけを取り出していくと。骨の外側の白い部分は食べれないんで切っていきます。お、出てきたね。綺麗やな。ちなみにサメはね、皮も食べれます。まあ、なんせね、こういう基本的にね、軟骨成分で骨と骨とか骨と身がつながってるんで、火を入れるとね、全部剥がれるんですよ。だからサメのあの純鱗って言って表面のガサガサな部分も火を入れると取れるんですね。で、皮のコラーゲン部分だけ食べれます。今回やりませんけど。これ終わりますか。うわ、神経が出てきました。はい、見てください。これだいぶ綺麗になりましたね。こんな感じで梅水晶ができていきます。なんかね、今回背骨でやったんですけど、背骨はねちょっとあんまり良くないかもね。やっぱ背骨って節があるんで若干筋っぽいと思います。はい、こちらが軟骨部分ですね。これ生で食べるもんじゃないんで一旦ね茹でていきます。サメって面白いですよね。皮も食べれるし、ヒレも食べれるし、骨も食べれますからね。セット。さて、やっていきましょうか。どんぐらい茹でるんだろうな。こんにゃくゼリーみたい。ちょっと色変わるんですね。白っぽくなるっていうか。オッケー。白くて何かわからんな、これ。これならどうだ。これならいいね。じゃあ、食べやすいように細切りにしていきましょう。これね、今切ってて思ったんですけど、梅水晶はこれ一旦茹でてから、そっからなんか成形した方が良かったかもね。茹でた後の方がすごい切りやすいです。さっきね、すごい切りづらかった、硬くて。今そんなに硬くない。白筋のところとかも、もうこんな感じで簡単に取れますからね。で、これさらにこうやって細長く切っていきます。そう、こんな感じ。ちょっとでかいかな。面白いですよね、骨がこんな感じで食材になるっていうのが。なんかサメって結構匂いがある、匂いがあるってね、テレビとかで言われてたりするんですけど、まあ、全然匂いないですよ、そんなに。鮮度が悪くなった時は他の魚より匂いが出るんですけど、鮮度が悪くなければ別に特段匂いないですね。あのね、臭いサメは本当に臭いけどね、ずっと臭い。最初から臭いけど、切り身にしてそれでも臭いサメっていうのはあんまりいないですね。もうめちゃめちゃサメさばいてきましたけど、意外と臭くないです。臭いってテレビで煽るのやめてもらってもいいですか、テレビ局の人。サメがかわいそう。はい、できました。まあ、パッと見大根のつまみたいですよね。で、これをですね、さらに入れまして、で、こちら梅肉チューブですね。もう普通に梅肉をほぐしたものを使ってもいいと思います。梅の肉とあえて、ほら、梅水晶の完成ですね。んで、こんな感じで持っていきましょう。大葉と梅水晶ね。こちらで完成ですね。じゃあ2品目。2品目はハンバーグなんですけども、一応つなぎで玉ねぎぐらい入れていこうかなと思います。サメの肉の味をなるべく感じたいんで、まあ、つなぎに豆腐とか入れてもいいんですけど、サメの味を感じたいんで、まあ、玉ねぎだけでいこうかなと今回思います。じゃあ切っていきましょうか。まあ、つなぎなんで、まあ、玉ねぎの食感はあんまり残さないようなちっちゃい感じでいきたいですね。この包丁で玉ねぎ初めて切ったけど、マジで全く目にしみない。すげえ切れ味だ。じゃあこれをね、炒めていきます。セット。よし、いいでしょう。じゃあサメを叩いていきます。鼻でハンバーグ作るので何気に初めてですね。美味しいのかな。じゃあ叩いていきますか。すごいな、これマグロみたいだな。マジでめっちゃ見っきれやん。いいんじゃないか。めっちゃバーガーやん、これ。バーガーにできるわ。おお、いいね。
なんか知らんけどめちゃくちゃ固まってる。つなぎなんかいらなかったな。ひき肉とは違うんだね、やっぱサメは。まあいいでしょう。この玉ねぎもせっかく切ったんでね、入れていきましょう。なんで手でやってるんやとみんな思ってると思う。俺も思ってる。なんで今手でやったやろ。世の中理由のないことばっかりですから、なんでとかいちいち思ったら疲れますよ。さて、空気を抜いてバーガーに、バーガーじゃない、ハンバーグにしてやりましょう。うまいんじゃないか。じゃあね、焼いていきましょうか。今日コンロのシーン多いな。めちゃめちゃ多いね。うわ、見なかったことにしよう。オリーブを敷いて焼いていきます。みんな脂っこいものが好きなんでギトギトに焼きます。いけ。うわ、おいしそう。じゃあ焼けるまで待っていきましょう。まあいい感じじゃないでしょうか。あんまり見た目は綺麗じゃないな。じゃあラスト唐揚げを作っていきましょう。まあ唐揚げって言っても今回は塩コショウだけのシンプルな味付けの唐揚げを作っていきましょう。今日料理が多いですからね。じゃあこちら塩コショウをかけていきましょう。片栗粉をまぶしていきます。オッケー。早かった。よし、完成や。はい、それでは完成しました。いただきます。梅水晶からいただきましょうか。いただきます。うん、硬っ。いいね。うん、梅水晶って感じ。最低の食レポ。特に味があるとかなくて、ほんと食感があるって感じ。お酒が欲しくなりますが、まだ昼間なのでやめときましょう。じゃあ次ハンバーグいきましょうか。ハンバーグね、醤油とケチャップを混ぜたソースで食べると美味しいと聞いたので、それで食べてみようかなと思ってます。じゃあいただきましょうか。いただきます。おー、なるほどね。俺はあんま好きじゃなかったわ。まあサメ自体がね、そもそも淡白な味なんで、すごい物足りないかなって僕は思いました。魚のハンバーグってこんな感じなんでしょうね。あんま好きじゃないわ。でもソースは美味しいかなって思った。あとパサついてるんで、なんかもっとつなぎとか入れた方がいいかも。そんな美味しくなかったわ。よし、じゃあ唐揚げいただきます。もうやっぱ唐揚げだわ。サメは唐揚げだわ。サメってふわふわで淡白なんで、まあ、指揮か唐揚げがね、俺は美味しいかなと思います。そんなにやっぱ味ないんで、フライにしてタルタルソースとかけた方が美味しいね。普通にね、みんなが思ってるよりサメは美味しいと思う。うん、美味しい。はい、それではごちそうさまでした。イタチザメによっても全然味が違うっていうことはすごい面白かったですね。去年の440キロのやつとは、全然比べ物にならないぐらい美味しかったです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。